ターナレーン駅は、ラオスチューブビエンチャントにある駅である。ターナレーン駅は、人口およそ70万人が暮らす、ラオスチューブビエンチャントにある、国境駅である。ラオスから、タイ側へ向かう、鉄道利用旅行者の出国手続き及び、タイ側からラオスへ向かう、鉄道利用旅行者の入国手続きを行う。ラオスは、鉄道車両を所有していないので乗り入れる車両はすべて、 大国鉄が保有する車両である。2019年現在は終着駅となっているが、今後ビエンチャン市街地方面への延伸が予定されている。2021年現在ターナレーンから7 5トルほど延伸工事中。最接待郡カムサワス村に新駅ができる予定。当駅からビエンチャン中心部までは、道のりで2 0トルほど離れている。 2019年現在、当駅付近に発着するバスなどの公共交通機関は皆無であり、当駅にアクセスできる鉄道以外の交通機関はタクシーやトゥクトゥクのみである。ビエンチャン市街地から当駅へ向かう場合、タクシーなどで直接市街地から当駅に向かうか、路線バスでタイラオス有効橋のラオス側入り口まで行き、さらに当駅までタクシーなどを利用することになる。 駅構内地上駅であり、旅客用としては単式及び、島式一面の複合型ホームに面二線を有する。駅舎は単式ホームに面している。駅舎内には、乗車券売り場やラオスの出入国審査場などが設けられている。また、駅舎とは、旅客用ホームを挟んで、反対側、構内東側には、数本の側線がある。 交通機関として有効に機能しているとは言い難い。その理由は、料金の高さや、当駅からの他交通機関の貧弱さ、ノーン農イビエンチャン間にバス便が頻繁に設定されていることによる。利用者の多くを外国人観光客が占めているのが現状である。2019年現在、大国鉄の機動車を用いた、当駅とタイのノーンカ会駅とを結ぶ。 国際旅客列車が1日に往復設定されている。2010年11月、ラオスとタイの当局者は、当駅からビエンチャンまでの共同延長プロジェクトが見直されたことを確認した。代わりに、タイと中国の政府がサポートするノンカイと混迷を結ぶ中国ラオス鉄道プロジェクトで、ビエンチャンに近いメコン川に架か,かる新しい橋の建設が行われる。 プロジェクトを見直した後、ラオス当局者は、中国ラオス鉄道のビエンチャンが南駅に隣接するターナレーン駅をタイラオス有公共を渡る貨物列車のターミナルに改造することを決定した。プロジェクトが完成すると、貨物はバンコクからラオスまで道路輸送よりも低コストで輸送できるようになる。ありがとうございます。